早起きとかマジ無理です。正午過ぎまで寝れる。健康に良くない案件、性に合わないのよ。起きていたいんだよ Moonlight、 でもやることもない Midnight。 無駄に時間過ごしてる自覚はあるのよ。意識の高い人が来て何度も進めてく。多分向き不向きあるって強要されるの勘弁。口揃えて言われるの成功者みんなよ。たとえ早起きしたとして、そして夜寝れなくなって悪循環の定め。どうしよう罪悪感ももはや薄れてんの。直す気もないの。夜更かし最高。皆さんこんにちは、たかるでございます。本日も動画を見てくださいまして誠にありがとうございました。もしいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録、そしてベルボタンを押していただきますと、僕が動画をアップするたびに皆様に通知がいくようになっておりますので、そちらも合わせてよろしくお願いします。というわけでございまして、ついにやっちゃいけない領域まで行ってしまった気がしております。今僕は何かを失っています。失った感覚で動画を撮っております。しかもですね、なんか脇もまたね行っちゃったんですよ。なんかもう何が正解なの、正解とかないんですけどね、気合い入れたので、ぜひ高評価よろしくお願いします。皆様からリクエストもお待ちしておりますので、年々コメントよろしくお願いします。以上、高橋でございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。マジで夜中って最高だよね。夜中って徹夜ってっていうか夜更かしって最高だよね。